それじゃ、主角の関係代名詞に続けて、目的角の関係代名詞。このパターンを見ていきます。目的角の関係代名詞なので、関係代名詞が文の中で目的語。この役割をしているってことよね。うん。ようわからんなと。例文を見ていきましょう。いつも使っている赤ペンをなくしました。これはさっきやった文やね。実はこのさっきの文、目的角の関係代名詞の文でした。で、もう一回、この文、英語にしてみよう。 関係代名詞を使った文を英語にするときは文、つまり主語動詞の組み合わせを二つ見つけてあげるよね。なんでかって言ったら関係代名詞は二つの文を組み合わせる接着剤の役割をしていたから。ここではいつも使っている赤ペンをなくしました。私は赤ペンをなくしました。これが一つの文やね。ケー。です、もう一つは私はいつも赤ペン、その赤ペンを使っていますってことやな。 ここです。で、二つの文が見つかったら、二つの主語動詞が見つかったら、次は就職されている名詞を探してあげる。これは赤ペンやね。いつも使っている赤ペンっていう風に、いつも使っているが赤ペンっていう名詞を修飾しているので、この赤ペンの部分が先行詞、関係代名詞の前に来るやつね、になるはずやと。 で、先行詞が来たら、そのすぐと関係代名詞でね。関係代名詞が来て、その関係代名詞の後に、この就職している部分の、いつも使っているが続くんやな。この形です。で、ある程度形が分かったら、文を作ってってみよう。まず、文全体の主語っていうのは、私はなくしました。主語同士は私はなくしました。この部分やね。なので、どうなるかっていうと、私は、I lose の過去形ロスでね。 I lost. で、この後に、my red pen. 何をなくしたか持ってこないかったな。my red pen を持ってくる。で、これが先行詞になるんやね。先行詞の後はすぐ関係ないめし。my red pen ものなので、which を使う。which. で、その後に、いつも使ってる。私がいつも使っているってことなので、which I always use. こうなりますよと。 I lost my red pen, which I always use. これで、私はいつも使っている赤ペンをなくしました手になります。詳しく見ていくと、まず文全体の主語動詞。I lost. これを最初に持ってきましたよと。で、my red pen が来ていて、これが先行詞になってるな。これが先行詞になってますよと。 先行詞って何かっていうと、この日本語の文で就職されていた名詞の部分です。先行詞が来たらすぐに関係代名詞を持ってきてください。これ話したらあかんんな。主語、ごめん。先行詞、関係代名詞の順番やね。こうです。で、その後にいつも使っている I always use これを持ってきたと。なので文としては I lost my red pen which I always use こうなりました。 じゃあ、この文も二つの文に分けてちょっと考えていきましょう。文の形を見ていくよね。まず一つ目の文は、私は赤ペンをなくしました。なので、I lost my red pen. これは大丈夫よね。そのまんまです。で、もう一個は、私はいつもその赤ペンを使っているってことなので、I always use it. それを使ってるってことだね。この二つの文を組み合わせたのが上の関係代名詞を使った文になると。で、この二つの文を組み合わせるときにどうなったでしょうかっていうと、同じものを指している単語、my red pen と it っていうのは片一歩あれば十分なので it ななす、it はなくなってな。it なくなってるよね。I always use っていうふうに。で、じゃあこの which 関係代名詞っていうのはこの文の 2番の文ね。I always use it っていう元の文で何の役割をしていたかっていうと、動作、use っていう動詞の対象になっている。これ目的語になってるね。それをっていうふうに目的語になってると。なのでこの一つに合わさった文の中でも、ここにあった it が、この which になって前に来ているみたいなイメージやんか。 なので、この関係代名詞っていうのは、後ろの文、関係代名詞の後の部分で、目的語の役割をもともとしていたって考えることができるので、これは、目的格の関係代名詞になります。大丈夫でもさっきの主角の関係代名詞と一緒で、二つの文をくっつけていると。で、この w i c h から後の部分っていうのは、前の先行詞を修飾している。詳しく説明しているっていう関係代名詞の基本の役割。変わらないね。 なので、そんな気にしなくていいです。ただ、この目的格の関係代名詞、ちょっと押さえといてほしいのは、この目的格の関係代名詞、which は省略できるということです。つまり、I lost my red pen, which I always use っていうのは、I lost my red pen, I always use でも OK ですよってこと。目的格の関係代名詞は省略できます。 で、たまにしょうもない問題で、これは主角の関係代名詞ですか目的角の関係代名詞ですかみたいなんがあるんよ。ほんとしょうもないんやけど、そういう問題が出てきたら、主角の関係代名詞の時は、これ関係代名詞が主語の役割をしているから、すぐ後に動詞が来ることが多いよね。で、目的角の関係代名詞はって見てみると、この後ろにあるものが関係代名詞になってるから、ここにちゃんと主語動詞っていうのが残ってるやね。 これがパッと見てわかる違いです。OK? ま、でもそういう違いとかを気にするよりしっかりこの日本語を英語にして、関係代名詞を使って英語にできたり、もしくは二つの文をちゃんと組み合わせるようにしてください。OK? じゃあもう一つ目的学の関係代名詞、例に行ってみましょう。彼女は私がよく知っている女の子です。で、この日本語を関係代名詞にするときは、二つの文、二つの主語同士を見つけてあげる。 彼女は女の子ですよね。これ、一個は。オッケー。で、私がよく知っている。私は彼女をよく知ってますよね。彼女をよく知ってます。これが二つの文になっていると。で、二つの文を見つけてあげたら、就職されている名詞を探す。これは、この部分。女の子が就職される単語になってるね。私がよく知っ 私がよく知っているつまり、この女の子っていうのが先行詞になって、先行詞の後はすぐに関係代名詞です。関係代名詞が来て、私がよく知っているっていう就職する部分が続くんやね。これで文の代替の形が見えました。じゃあ文を作ってみよう。文全体の主語は彼女はホニゃララです。この形やね。 なので、彼女っていう主語の状態を表す分野から、she、で、動詞は B 動詞を使ってあげるはずやと。she is、で、彼女は女の子ですやから、she is the girl。これが先行詞になっているから、その後すぐ関係代名詞です。she is the girl。で、女の子、これが主語になっているから、o えね。she is the girl, who。で、私がよく知っているっていうのを関係代名詞の後に持ってくる。 I, 知っているはどうしないだ ?No です。I know. はよく知っている。Well を使います。She's a girl who I know well これで彼女は私がよく知っている女の子ですって意味になります。もうちょっと詳しく見てみると、彼女はなんとかですっていう主語の状態を表すのが最初に来ているからす、 C を主語にして、その後 B 動詞を使ってあげました。主語動詞やね。で、その後に The girl っていう先行詞が来たので、その後すぐに関係代名詞。これ話したいかねんな。先行詞の後はすぐに関係代名詞ですよと。ちょっともう関係って書いてしまっとくわ。で、そしたら後は私がよく知っているっていう就職している部分を I know well で持ってきてあげます。She is a girl who I know well. 彼女を私がよく知っている女の子です。じゃあこれも一応また二つの文に分けて考えてみとこうか。一つ目の文は彼女は女の子ですやね。she is the girl。で、もう一つの文は何かっていうともう一気に言っちゃおう。I know 彼女をよく知っているってことだから I know how well やね。 私は彼女をよく知っています。この二つの文を合体させたのが、関係代名詞使って合体させたのが上の文になっているはずやな。OK? この二つの文を合わせたはずやと。で、じゃあ、この二つの文を合わせるときに、同じ単語は省いていいので、何になるのかっていうと,と her はです、この The girl とこの h は一緒やね。この ha、いらんやないです。なので、she is the girl who I know w e l l h r はなくなっていますよと。 これ入れたらあかんで。で、ね、彼女を知ってるっていうふうに、このはは I know how well。この二つ目の文で目的語の役割をしてるよな。No っていう動作の対象になってる。なので、これも目的格の関係代名詞になると。で、目的格の関係代名詞ってことは、このふう、省略できるよねと。She is the girl I know well。これでも OK です。で、もう一個。 目的格の関係代名詞で先行詞が人の時、風を使うねな。いやねんけど、目的格の時は WHO でもいいし、WHOM でもいいです。目的格の関係代名詞で先行詞が人の時だけは、風邪っていうのを使ってもいいです。なので、she is the girl whom I know well でもケ、OK、ーですよと。これが目的格の関係代名詞です。 文の目的語が置き換わったもんだよね。